もう帰るんだ。もう帰りたくてしょうがないんだね。うわ、ずっつきの。うわ。機嫌のいい時は音しないもんね。ガン。イライラしてる。なんで？ねえ、これ望遠できない。あ、できない。完全に威嚇に変わってる。痛いんじゃないの？私が何かしたっていうの、あなた。すごい、みんなキョロキョロ動くな。もうすぐお帰りの時間だそうです。あ、動画にしてんのね。はい。うわぁ、また来た。私、怒られてますか、あなたに。いやいやいや、そんなことはないんだよ。さっきからこの辺りでズカズカやられてるんですけど、何か嫌なことでもしてますか？そうそう、しまくりだね。一体何分後にお帰りなんでしょうか。うん、それまで私は動画を回すんでしょうか。突然そわそわしだしたもんね。ガンガン叩いてんの。帰りたいよ。帰りたいんだ。帰りたいよ。早い早い、動きが速くなっている。激しい音がする。裏の方がいいのかね。うん、疲れんだよ、見せんの。そうか、ごめんなさい。ぬくぬく下長で寝たいね。うん、疲れた。あっち超アップだ。みんなあそこ行こうとしてる。あっち超アップだったから。いいよ別に。みんなそう言ってるもんね。だけどさ、少しにして充電ないからあんまりバンバン取らないで。帰りたいんだ、そんなにまでして。この子はコトラ。うわあ、あ、頭突きされた。お母さん、お父さん、よくわかんない。イラつきが半端ないね。やっぱりラセロ攻撃が始まっている。順番で並んでいるよ。うそんなに。帰りたいず。みんな見てる。帰りたいんです。またライオンが。ライオンがやってるかい。スタッフさんの気配が分かっているのかね。うん、だからうちのアレックスが西駅で私を感じるのと一緒ですよ。そうなんだ。にしては開けるの随分引きずってるよね。じらしてる。なるほど。準備があるんだよ。なるほどね。あ、ゴロッとしちゃった。疲れた。もう待てない。受け継ぐよ。来た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 。うん、引き込め。お、真似してきた。うん、うわー、かわいい。かわいい。もしかしか。諦めの人。諦めの人だね。僕も行く。うん。あ、あっちにも行った。行く行く行く。うわっ、わっわっ、向こうの方で活発になっ、あれ、向こうで活発になっちゃったよ。うん、謎だ。どこが開くのかわからない。なるほど。もしかしたらこっちかもしれんと。うん、うわー、飛んだ。すごい。テンション上がった。来た。口が開きっぱになってちょっと限界モードに入ってますよ、うん、彼。そうだね、彼女もよくわかんないけど。すごい騒ぎだ。やりたいよね。やりたいっすよね。うわー、ごらん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 、ダダっこですね。うちんとこのトトロだね。ちょっと違う。
諦めすぎだよ、ね、ほら諦めずに頑張れたみたいな何よ、すごい。いやガラスさえ綺麗なら本当にあ、ボール遊び、おお。ボール遊びだ。うん。でこっちはこっち？ボールは？え？何？どうにかして時間を潰そう。そういう感じだよね。もはや諦めた。お父さんは諦めたよ。うん。痛い。そういえば思わずプールに落っこちたこともあったね。そんなこともあったね。今水から入れるんだろうか。プールに落っこちたんじゃなくて落とされた、ね。そう、放り投げられたんだよね。第2弾で撮っているんだけど、未だに中に入る様子はないね。ない。はい。ないけど可愛らしいところがいっぱい撮れたということで、よしとしましょうか。はい。ベロベロ。ベロベロ。肉球の巨大なこと、巨大なこと。触りたい。触ったら最後だけどね。触ったら最後。あくび。あくびちゃん。もう一匹どこ行った？うん。もうお父さんあっちのロッキーかい、お母さんなんだ。お母さんなんだ。間違ってごめん。何か威嚇する、ライオン側が気になってるんじゃないかな。はい。では、ライオンも発情する東武動物公園閉園間際のホワイトタイガーの厩舎の風景でしたよ。じゃあ、クリスマス直前はみんな発情だよ。なるほど。はい。チャオ。チャオチャオ来た。